両案につき討論の通告があります。順次これを許します。谷川弥一君。私は自由民主党改革ラボを代表し、政府提出の平成21年度第一次補正予算案に対して反対の立場から討論を行います。本論に入る前に皆様に2点お考えいただきたいと思います。一つ、人間の歴史には大きな日本の大河が流れている。それは貧乏からの脱出と自由の獲得であります。その点から見ると日本が世界一であります。その礎になったのは特攻隊で突っ込んでいった先輩たちであることを考えていただきたい。それなのに民主党の諸君、特に一期生の人たちに衆議院議員としての自由があるのか、プライドがあるのか、選んでいただいた人々に申し訳ないと思わないのか。今日は細かい点に触れる時間はありません。次の予算委員会でやらせていただきます。二つ、グローバリズムが進展する中、徹底して生産性を上げた結果としての失業という課題であります。アメリカ 10%、EU 諸国 9.5%、日本 5.2% の、2% 前後の失業率、IT 化、省力化で極限まで人手を減らすためです。この問題を解決するためには、心を耕す仕事を作り出すしかありません。宗教心を持ち、哲学、芸術、伝統文化を生活に取り入れ、それぞれの民族がもう一度伝統文化の中で生活することです。これも細部にわたって述べる時間がないので、次の委員会で論じたいと思います。秘書が在宅起訴や逮捕されると、あなたたちが野党の時は、今の自民党の2倍くらい批判したのに、今は平然として開き直っている。こんな人たちを日本語では品がなくそやという。やじっている諸君よ、あなたたちは選挙で選ばれた特別の人たちであります。恥とか恥ずかしいとかはしたないとかいう日本語を思い出してください。そして民主党と自民党を比較してどちらに浄化作用があるか、民主的か、品格があるか考えてください。